まずは神羅から。本当にやるんですか？遠慮しなくていいですよ。マキさん大丈夫なんですか？二人とも第三世代なんですよ。問題ありませんよ。マキは元軍人です。人間を潰す方法を心得ている。さあ早速始めましょうか。神羅はああ見えてなかなか冷静な判断ができるな。だが自分が第三世代能力者ということを過信している。俺はあいつのようにはいかないぞ。エクスカリバー。消せない。プラズマ切断か。俺のエクスカリバーは神羅の炎のように簡単には弱められない。騎士が姫君に怪我をさせるわけにはいかないからな。騎士式のお辞儀をお忘れよ。騎士は姫にひざまずくものでしょう。火縄中隊長への無礼は私から。おのれ、姫ではなくオーガだったか。さすが炎を操る第三世代。火に油を注いでいく。俺を忘れんなよ。え、なんでそんなオーガみたいな顔してんの。神羅さんまで。炎がかき消せないのならば。なんだこのメラメラしたやつは。エクスカリバーも。それじゃエプスカリバーね。エプスカリバー。悪魔だの騎士だの、あいつらの言うように例えるならマキは魔女というところか。ペスペスメラ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 、いねえよ。バー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 。まだ続けますか。バーボボボー。しょうがないな。アーサーが辞めるっていうなら、神羅が降参するならしょうがない。